ダイエット中でも安心して食べられるおやつ、セブンイレブンで選んできました。ランキング形式でお伝えしてまいりますね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からご紹介する痩せるおやつの痩せるポイントはこちらです。無添加であることなんですね。例えばいろいろなおやつの中にはこういった化学調味料であったり人工甘味料が添加されていることがね多いんですね。でそうしますとあなたの腸内環境が乱れてしまって結果いくら食事制限を頑張ったとしてもきつい運動を一生懸命頑張ったとしても継続的に痩せることができないからなんですね。なのでポイントはこういった添加物が入っていないおやつを選ぶことなんですよ。で例えばその添加物、例えばですねその人工甘味料とか人工のその、まあ、調味料ですよね。どんなものがあるのかなってご存知ではない方にと詳しくですねご参考にしていただきたいお話があります。こちら化学調味料とはですね原材料名には書いていないんですね。その代わりに調味料かっこアミノ酸などと書いてあります。これが実は化学調味料。そしてグラタミン酸ナトリウムのことですから、そのもう痩せる以前の問題で健康を害してしまいます。例えばアルツハイマーとかうつ病とか睡眠障害とか味覚障害とかで、こういったのに陥ってしまうともう本当にダイエットどころではありませんし、ダイエットができたとしてもそのご病気になってしまうということになるんですよね。でまたその人工甘味料と呼ばれるその、まあ、甘み成分があるんですけれども、まあ、よく飲み物とかおやつにも糖質ゼロとかノンシュガーって書いてあるそのパッケージがあると思うんですが、実はそのことが人工甘味料です。で人工甘味料の種類もいろいろあるんですけれども、そのうちのこの合成甘味料があなたがこう実は太ってしまう原因になっているんですね。それはどういうことかというと仕組みがあるんですよ。その糖質ゼロとかノンシュガーというのはその糖質がないわけです。なのに甘いんですよね。なのでこういったおやつをあなたが口にした時にあなたの舌がですね、あ、甘いなって感じます。でその甘いなが脳に指令がいって、よしよしと今糖質が体の中に入ってきてるんだなってこう思うわけです。ただ実際は糖質がゼロなわけですから、糖質は甘いものを食べているのにもかかわらず体内に取れていないわけです。そうするとあなたの体がどうなっていくかと言いますと、あれっておかしいなって、もっともっと食べなくっちゃ、もっと糖質取らなくっちゃって思うんですよ。もうこれは脳の指令ですからあなたがコントロールできないですよね。もう恐ろしいことです。なのにせっかく糖質がゼロ痩せるなと思って召し上がっていたようなものが、実はもっともっとあなたが糖質を欲しがってしまう、味覚になってしまったり、もうとにかくその欲求食欲が止まらない、歯止めが効かないということに陥ってしまう、その原因になっている可能性があるんですね。じゃあこの人工甘味料って一体何なのっていうことなんですけれども、いっぱいあるんですが代表的なものをここでお伝えしますから、ぜひ覚えてくださいね。合成甘味料です。アスパルテームですとか、アセスルファム系、あとスクラロース、ネオテーム、サッカリンとか、こういったカタカナでよくわからないように書いてあります。これが合成甘味料です。イコールあなたの食欲をその増してしまう、もうどんどん甘いものが逆に欲しくなってしまうものがこちらになりますから、もうとにかくあなたがですねおやつお菓子を買うときはしっかり原材料をチェックしていただいて、調味料かっこアミノ酸などが入っていないかな、またはこういった糖質ゼロノンシュガーと書いてあれば、もうほとんど人工甘味料が使われているわけですから、そうしないと甘みが出せないわけです。お砂糖ってやっぱり書くとこう太るって思いますから、ダイエッターの方はですねこういった罠にはまらないように、もうぜひぜひ十分気をつけていただきたいなと思います。ではその痩せる原因、まあ、逆に言えば太る原因が分かったところでですね、今からセブンイレブンの痩せるおやつランキングでお伝えしていきますね。3位からお伝えしていきます。
レブンの昆布を練り込んだ金の揚げおかき塩です。でこちらですね、素晴らしいのが国産の原材料を使用しているんですよね。ちょっと見てみましょう。こちらですね、もち米です。これは新潟県産ですね。あと米油で揚げています。あと昆布だし、昆布エキス、食塩、粉末昆布、刻み昆布、でんこ、かつおだしということで、もう完全に無添加ですよね。余計な化学調味料や人工甘味料は入っていないということです。でカロリーがですね、1袋 35g あたり189キロカロリーです。なのでそうですね、1袋一気に食べるというよりは、まあ、2回ぐらいに分けて召し上がると良いと思います。もう本当にやっぱり原材料が国産で小物良いものですから、と普通のその人工甘味料とかこの化学調味料が入っていない、こういったおかきと、まあ、食べ比べ、まあ、食べたくないんですけどね、もう全く味が違うというのをあなたも実感することができると思いますよ。ではどんどん参りましょう。あ、ちなみにお値段はですね、こちらはですね、かき揚げの塩は158円でした。ではランキング2はこちらです。セブンイレブンプレミアムの北海道産小豆を使用した練り羊羹です。でこちらも原材料をチェックすると、もう完全無添加です。まずはお砂糖の国内製造であること、そして生あん、もう小豆のみですね。そして寒天が入っている、この3つだけでできています。でもちろん、まあ、お砂糖が入ってますから、食べ過ぎてしまってはあなたの腸内環境を、まあ、汚してしまいますから NG なんですけども、まあ、こちらの少量であれば十分だと思います。でカロリーがですね、1本こちら 58g で151キロカロリーです。そしてお値段なんですが、羊羹はですね、これいいんですよ、78円でした。お得ですよね。もうワンコインで買えますよって、100円以内のおやつです。そして小豆はですね、女性にとってもすごくね、おすすめの食材なんです。もう特にその腎臓にも良いと言われているこの小豆を摂ることで、しっかりそのろ過装置が働いて、まあ、デトックスすることができますから、むくみの改善であったりですね、また女性ホルモンに似た働きもしてくれる成分が入ってますから、女性の方にはこちら練り羊羹おすすめです。ではいよいよ第1位発表してまいります。こちらです。富良野の北海道産北あかり仕様のジャガバターです。もうこちらはですね、もう完全にもうシンプル、もう無添加のおやつなんですね。もう原材料はですね、たったの、まあ、たったのと言いますか、ジャガイモ、北海道産とバターと食塩だけです。でバターって一般的に太るんじゃないのかなと思われがちなオイルなんですけれども、実はバターというのは脂肪燃焼効果があるオイルですから、ダイエット向きの油なんですよ。で逆にマーガリンなんかはもう絶対に取っていただきたくない油です。トランス脂肪酸が多く含まれておりますし、もうどんどん太る体質になってしまう、プラスあなたのお体を壊してしまう成分ですから、マーガリンなどが入ったものは避けてください。その代わりバターでしたら適量取るのはもう全然大丈夫なんです。でこちらですね、すごく簡単なんですよ。もうこのままレンジでチンして食べれるんですよ。しかもですね、袋をこういちいち切らずにですね、ここにも書いてあるんですけど、このまま立てて加熱してください。電子レンジでは600ワットで2分です。なんですか、このまま2分チンしたら、もう熱々の美味しい北海道産のジャガバターが食べれるんですよね。もうこれ私お芋も大好きですし、もうバターも大好きです。もうこちらはもうなんて言ってもお野菜ですから、お野菜がおやつになるという、もうこちらおすすめの一品になりますので、ぜひぜひあなたもお腹が空いたなっていう時は、こういったもう本当に素材そのものを味わえるような無添加のおやつを選んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめポイントですけれども、痩せるおやつのポイントは無添加であること、
もう完全にそのものの素材を味わうようなものを召し上がっていただくことで、あなたの腸内環境に負担をかけず、結果腸内の環境が整って痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気に活動してくれることで、あなたは自然と痩せ体質になることができるんですよっていうお話でした。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、健康法、ダイエット法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加くださいね。そして私のこういったお話に対してご質問おありの方は、皆様詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらをご登録後、直接私にお話ししていただいておりますので、あなたもご質問でありましたらいつでもおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。